はい。大和ピュアラブです。前回の動画で、菅総理の息子と、東北新社、総務省の官僚との接待事件は、大倉省のノーパンしゃぶしゃぶ接待事件の構図と同じであるということを、 お伝えしました。では、ノーパンシャブシャブ接待事件とは、どういった事件だったのかをお伝えしたいと思います。1998年に発覚する、大倉省のノーパンシャブシャブ接待事件。 第一官業銀行、水保銀行の総会屋への利益供与事件の捜査の中で、大倉省の官僚が、歌舞伎町の農パンしゃぶしゃぶ店、大蘭屋、向島の料亭で接待付けにされていたことが、 発覚します。こちらがオーランになります。オーランは入会金が300万円、年会費が30万円という超高級な接待のお店でした。 会員が政財界の大物など1万3千人いたと言われております。第一官業銀行から460億円もの融資を受け取っていたのが CIA エージェントの小玉義夫さんや糸山栄太郎さんと交流を持つ総会屋の小池隆一でした。その後、第一官業銀行の宮崎陶取は CIA に口封じで丸々されてしまいました。 〇〇の直前、宮崎頭取は、検察から記憶にないことをいろいろ聞かれ、大変だ。知らないものは知らないんだ。と語っていました。第一官業銀行、総会や利益供与事件は、東京地検、 特捜部による、でっち上げの冤罪事件であったことがわかります。一連の大蔵省接待事件で、大蔵省の職員4名が CIA によって丸々、112名が懲戒処分となりました。 第一官業銀行は、福藤取の藤田さんなど、福藤取経験者3名を含む10名が、東京地検特捜部に逮捕されました。事件の現場となった、歌舞伎町のノーパンシャブシャブ店、 横乱や向島の寮邸の裏にいたのは CIA 参加のエージェント機関である住吉会でした。当時の住吉会のオーナーがそのことについては証言されていました。しかし、 その事件のキーマンであった住吉会のオーナーも CIA に口封じで丸々されております。つまり、第一官業銀行、大倉省、四大証券会社は CIA によってはめられたということなのです。 アメリカ CIA の目的は、大蔵省の解体と、国際金融資本の参入でした。都満事件や、大蔵省接待事件をきっかけに、大蔵省の銀行、証券管理部門、護送船団方式は、 金融庁に分離されて、大蔵省は解体されることになりました。その結果、金融庁からアメリカ国際金融資本側に少なくとも数百兆円以上の利益が渡ることとなりました。 大倉省接待事件で潰された大倉省の人たちは銀行と証券の分離護送戦団方式解体に反対していた大倉省長岡グループだったのですこの CIA が エージェントを使い、スキャンダルで失脚させる大蔵省接待事件と全く同じ構図だったのが、プチエンジェル事件や陸山会事件、そして今回の菅総理の息子と総務省の接待事件だったと思われます。 えー、そのね、CIA をバックからね、動かしているのが国際金融資本、ロッシャイルド家やロックフェラー家といった欧米の大財閥や欧米の貴族になります。えー、つまりね、イルミナティということですね。ご視聴いただき、 ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。